注目。ゆっくりしていってね。さて、前回に引き続き大阪開催の G20 に関連した韓国側の言動の動機について解説していくわね。ところで霊夢、そろそろペットのカリコテリウムの餌やりの時間だから帰っていいか？マリサ、あまりバカなこと言ってるとさすがに怒るわよ。霊夢にはユーモアのセンスが足りないんだぜ。はいはい、話を進めるわよ。それで、今回の内容なのだけど、テキストを書いている時点ではまだ G20 が始まっていないので、もしかすると現在の情報とは合わないものが出てくるかもしれないので、その点だけ注意してほしいのね。おとなしくマスコミ問題やっておけばよかったんだぜ。それで、ちょっとまず最初に前回のコメント欄で指摘されていたけど、説明不足の部分があったのでそこから解説するわね。ああ、そういえば韓国側からの提案に対して、韓国企業へは何の理由で払えなんだ？ってコメントあったな。これ完全にウプ主の説明不足なのだけど、1950年代から1960年代に行われた日韓国交正常交渉の結果日本側から支払われた資金について、前回も説明したように韓国は個人への支払いをせずに国内の経済発展に使ってしまったと解説したでしょ？ああ、そもそもそれが問題の発端で、徴用工問題って完全に韓国国内の問題なんだよな。でね、この時の資金がかなりの額現在の韓国の大手企業に流れていてね、もともと韓国内にも韓国政府と韓国企業が支払うべきだ、って意見があったのよ。まあ、当然そうなるよな。で、去年末の日本との交渉の中で韓国の外交部、日本の外務省に相当、から、韓国政府と韓国企業と日本企業が資金を出し合って解決するって提案がされて、それを韓国政府が関わることではない、と言って突っぱねたのね。そんなことがあった後で、韓国政府は韓国と日本の企業が自主的に資金を出す、という案をいきなり出してきたから、日本側がお話にならない、と突っぱねたんだよな。いずれにせよこの流れで日本企業が資金を出す流れになるのはおかしいし、当時の交渉の議事録を見ると、日本企業も支払い分を出し合ってプールしていて、それもこの時のお金に入っているのよね。でも韓国側は問題は未払い賃金じゃなくて慰謝料だと言っているんだよな。それなんだけど、2004年に韓国側が公開した当時の議事録によるとこのようになっているの。見てのように、韓国側は日本側が支払うべきお金を、徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する保障を意味する、と定義していて、さらに、我々は国として請求する。個人に対しては国内で措置いたす。と言っているから、本来含まれているのよ。ただ、今回の韓国の裁判所の判決では、これが交渉者個人の意見であって請求には関係ない、という意味不明の理屈で無視されているの。なんでこれが個人的意見でしかない、ってなっているんだ。日本が悪い、って結論ありきで判決が行われたからよ。さすがに無茶苦茶すぎだろ。そう、無茶苦茶なのよ。しかも本来、国際慣例では併合されたり植民地だったりした地域が独立する場合、損害の相互保障をしないといけなくて、本来韓国が日本に当時の金額で差し引き20億ドルほど支払わないといけないのだけど、日本側がそれを実質放棄して資金を出したのにこれなのよ。ああ、だから日本政府は今回の韓国側の提案を即突っぱねたのか。そういうこと。しかもね、現在の韓国政府の主張では今年1月に韓国政府が類似の提案を拒否したことがなかったことになっているの。そしてここからが今回の本題になるのだけど、なんで韓国側があんなことを言い出したり、ひたすら日韓首脳会談にこだわったかというとね、とにかくどんな形であれ、どことでもいいからわかりやすい外交上の成果が欲しかった、って背景があるのね。なんで韓国はそんなに必死だったんだ？そこが重要でね、もともとムンジェイン政権ってとにかく何を差し置いても北朝鮮優先で、ここ数ヶ月もとにかくアメリカと対立してでも北朝鮮への支援再開に没頭していて、なんとかアメリカと交渉して北朝鮮の食糧難問題への支援を取り付けたのね。そしたら北朝鮮は、記事にもあるように、
韓国への当てつけのように、援助、というのは発展途上国、開発途上国、の命綱を握りしめようとする帝国主義者らの支配と隷属の罠であり、一つを与えて10、100を奪おうとする強盗的略奪の手段だった、と言い出してね。食料支援をすればキム・ジョンウンは振り向いてくれるはず、というムン・ジェイン大統領の思惑が外れてしまったの。というかさ、北にそんな態度を取ってる余裕あるのか？食糧難は紛れもない事実なんだろ？それがね、このタイミングで北から依頼を受けたロシアとベトナムがかなり大規模な食糧支援をしている上に、中国はこの記事にあるように、数ヶ月前から北に肥料など北が食糧より欲しがっている物資をかなり支援していてね。さらに記事にもあるように、中国の習近平国家主席の20、21日の訪朝の贈り物に無償支援や観光など貿易の大幅拡大が含まれると見られている。と、韓国の支援なんてどうでもよくなるレベルの支援を北はもらっていたのよ。ああ、だから北は韓国に対して、お前らいらね、って態度になったわけか。ついでにそれだけじゃなくて、2019年2月末の米朝ハノイ会談決裂以降、北は韓国を何度も名指しで役立たず、認定している上に、差し出がましい仲裁者の素振りはもうやめて、民族の利益を守る当事者になれ、と罵倒しまくった挙句。本来南北首脳会談以降、海上工業団地内にある南北連絡事務所で毎週定例会議が開かれることになっていたけど、それもストップしたの。なんかもう韓国は散々だな。それで韓国内でもムン政権への批判が高まって、これを挽回しようと中国の習主席を G20 前に招待しようとしたら、中国はそれをキャンセルして訪朝して、キム・ジョンウンは朝鮮戦争での中国の対応を称えるセレモニーを行い、中国側はこれに応えて戦略的疎通を強化して中朝の伝統的友誼に新しい含意を吹き込もう、とお互いに享受し合っていくことを確認したのよ。これの意味わかる？ムン大統領がなりたかった立ち位置に中国が入ってしまったってことか？それどころじゃないのよ。朝鮮戦争での中国を称えた。ってことは、朝鮮戦争での敵味方の構図を復活させたようなもので、これは韓国に対してお前らは敵だ、と言っているも同じなのよ。ああ。それでムン大統領は焦りまくったわけか。そういうこと。で、北がこの状態ではどうしようもないので、なんとか G20 で外交上の成果を出そうと。日本との会談にこだわった挙句、でも日本に一切譲歩もできないからあんなお話にならない提案をしてきて、こっちは歩み寄りをした、というポーズに出たわけ。なんか想像していた以上にグダグダな理由なんだが。マリサ、言っておくけどまだ他にもっと重要な要素があるのよ。霊夢、カリコテリウムのカリちゃんの散歩の時間だから帰るぜ。はいはい。それで続きだけど、ムン大統領が何としてでも日韓首脳会談をやりたかった理由が他にもあってね、最近ムン政権にとって非常に都合の悪い事実が発覚したのよ。それがこれね。記事は最近韓国の海外投資がかなり増加しているってことを伝える内容なのだけど、これ景気のいい話じゃなくて、週52時間労働制と最低賃金の急激な上昇で企業が賃金などのコスト上昇に耐えられなくなって、外国に工場を移し始めたってことなの。これ韓国まずくね。もともと韓国って若い世代の失業者の問題があったのに、それでこれだと余計に失業者増えるだろ。でも、これと日本に何の関係が？次にこれを見てほしいの。記事によると、日本の韓国に対する投資が激減していて、しかも投資が減っているのは対韓国だけのようで、記事では明らかに最近の関係悪化が関係していると言及しているわね。というか、記事では日本企業が戦犯企業扱いされることを警戒しているってなっているな。まあそれもあるんだけど、根本的な理由は他にあってね。パート1で解説したけど、現在の韓国の態度は政府同士の合意の上で結んだ協定や条約であっても、事後に国内の都合で保護にしていい、という態度に、韓国の裁判所がお墨付きを与えたってことが問題なの。ああ、そうか。これじゃもう韓国とは何の約束も取り決めもできないから、商売をするにはリスクが高すぎるってことか。でも、それと今回の件にどんな関係があるんだ？もともとね、韓国って労組があまりにも強すぎて、会社の業績が悪化しても過激なストを起こして賃金上昇を訴えるような状態で、韓国企業があまり韓国内で投資をしたがらなかったのね。
それで、2代前のイミョンバク政権頃から必死で日本からの投資を呼びかけていて、日本のメディアが宣伝していた政治と経済は別、政治が冷え込んでも経済交流は続けるべき、ってフレーズも、結局はこれが理由なのね。ああ、そういうことか。そういう状態で、ムン政権の経済政策の失敗で企業の国外脱出が増えてしまった上に、日本からの投資まで激減してしまったから、ムン大統領は焦りまくったってことか。そう、もともとムン政権も就任当初から日本企業による韓国への投資を呼びかけていて、日本の多くのメディアもその宣伝に積極的に参加していたのにこんなことになったから、ムン政権は形だけでも日本との関係はそんなに悪くない、もし悪かったとしても原因は日本にある、としたかったわけ。ムン大統領の理想は日本側から自主的に歩み寄ってきた、って形だったようだけどね。その結果、過去に自分たちで拒否した提案から、韓国政府の負担を除外した提案を、関係者と何の意見のすり合わせもしないまま強引に提案したってことか。そういうこと。あのごたごたはムン政権が自分たちの不始末を日本に解決してもらおうとしたってだけなのよ。なんというか、この問題ってどこまで行っても、韓国の国内事情、でしかないのな。そうよ、彼らは韓国内の問題を日本に解決してほしい、だけなのよ。だから日本政府は相手にしていないわけ。こんなやり方通用するわけないのに、なんで韓国はこんな方法を実行したんだ？それは、過去の日本政府が何度も韓国の尻拭いをしてきたから、韓国側はそれが当たり前、になってしまっているのよ。なんだかなぁ。そんなわけで今回の本編はここで終わるわ。ご視聴ありがとうございました。お疲れ。ところで皆さん、大変なんです。何よ突然。なんか巷では、変な生き物大王タイトルマッチ、なるものが開催されているようなんですよ。それの何が大変なんだ？うぷ主そういうの好きだろ。違うんだ、あれが開催されると、私の変な生き物動画が2番煎じになってしまいかねないんだよ。アイデンティティの危機だよ。ああ、そういうことなら安心していいわよ。なんでだ？そもそもうぷ主が好きそうな生き物は最初からエントリーされていないか、されていても予選落ちだったから。よかったなうぷ主。これは、喜ぶべきか悲しむべきか。さて、そんなどうでもいいことはほっといて、今回はここで終わるわ。また来週。